どうも、走れおいチャンネルです。今日こちらのイロハスの、炭酸水ぶどう味が発売しました。以前イロハスの炭酸のやつで、レモンとあとサイダーがありました。でですね、今日はこちらのイロハスの、スパークリングのぶどうが出たということで、ちょっとまあ飲んでみようと思います。やっぱりあの水メインなんで果汁は入ってないんですよね。ぶどうエキスって書いてあるんですけど、軽く感じの味でしたね。やっぱりファンタとか、水野菜だとかの場合はちょっと強い感じのブドウが入ってると思うんですけど、こちらの炭酸水はどっちかっていうと、まあ、あのうっすらとついてる感じですね。はい、そんなわけで話がそれましたが、今日は自分が受けたサードのノックにちょっと解説を加えて自分が意識しているポイントを、言っていこうと思います。では VTR スタートです。はい、それでは早速、今日も映像をもとに解説を加えていきます。この日は夜のナイター練習でちょっと暗いんですけど、ご了承ください。この日はサードのノックを最初に受けまして、その時の映像です。自分がサードで意識するポイントは、ショート、セカンドよりも距離が短いため、右に回り込みすぎないことですね。右に回り込みすぎてしまうと、打球に対して遅れてしまうので、左目の前にボールを置くイメージです。左目の前というのは、体を半個ぐらいずらすといいと思います。この辺ですね、このスローでいうこの辺にボールを置いておくといいと思います。もう一球いきましょう。もう一球スローでいくと、取るときですね、ずれすぎないで入る、少しだけずれて入るといいと思います。はい、それではいきましょう。他の動画でも少し話しましたが、基本的にはセカンド守ってたので、あんまり長い距離をスローイングしません。ですので平日の練習では、サードやショートをやって、まあ、足を使って投げるということを、体を大きく使って投げたいですね。まあ、この日はサードをやったんですけど、まあ、サードの場合は距離が短いので、まずしっかりと補給をすること、打球をしっかりと見てから補給する、それをやっていきましょう。それに加えてサードを守る場合は、まあ、どちらかというと、まあ、ファーストも一緒なんですけど、シングルキャッチが結構多く使うと思います。ですので、まあ、セカンドショートにもいけるかなと思いますね。サードの場合は、両手で大事にいくというよりは、多少シングルキャッチもいいと思うので、いざという時はこのようなシングルキャッチも OK です。あとは自分が意識しているポイントは、投げるときにしっかりと肩をファーストの方向に向けることですね。セカンドの場合はぶっちゃけ開いてても投げられちゃうんですけど、そうするとやっぱりスローイングの形が小さくなってしまうので、サードの場合はしっかりとスローイングをすることを意識しています。はい、これでラストですね。サードの場合はまずしっかりと取ること、取ってから投げる、はい、この感じになります。はい、というわけで、今日はサードのノックを見てもらったんですけど、途中でも話しましたが、サードとショート、違う場所がありまして、ショートセカンドの場合は少しこう大きく回り込んで、まあ、体1個分ぐらい出しても大丈夫なんですけど、サードファーストの場合は、ずれすぎてしまうと横移動になってしまうので、どちらかというと、左目の前にボールを置いて本当に体半個分ぐらいずれる感じで見るといいと思います。そっちの方が、打球が速いので遅れずにボールに入れると思うので、サードファーストの場合はあんまりこう横にずれすぎないように意識しています。セカンドショートの場合は距離があるので、まあ少し、まあ体1個分ぐらいこうずらして入っていってもいいんですけど、サードでそれやっちゃうとどうしてもこうボールに遅れてしまうので、打球が速い分、それなんで、サードファーストの場合はなるべくずれないで、あんまりずれないで本当に少しだけずれる感じでいいと思います。そのまま正面にずっといると、今度は打球がこう向かってくるんで怖いので、少しだけこう目だけでもいいんで、こう目だけ軽く体1個分じゃなくて体半個分ぐらいこうずれる感じでボールを見るといいと思います。はい、そんなわけで今日は自分が行ったサードのノック、それに加えて解説を加えていきました。それでですね、結構最近リクエストをもらったんですけど、まあ内野をやってるんですけど、外野の動画も出してほしいと。ちょっとですね、外野のコラボ者を探してまして、で周りでですね、あんまり外野手で自信があるっていう子がいなかったので、ちょっとまあ自分の中でいろいろ探しまして、ちょっとまあ一人見つけました。でそれをですね、近々なるべく早くコラボをして、ちょっとその方に説明してもらおうと思います。で皆さんも知ってる方ですので、ぜひ楽しみにしてください。はい、それでは今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいねよろしくお願いします。またイロハスのこちらのブドウの炭酸水も飲んでみてください。ではまた次回お会いしましょう。失礼します。チャンネル登録お願いします。